ルピーカー。今回なんですけども、タイのセブンイレブンに売っている栄養ドリンクの飲み比べをして、ナンバーワン栄養ドリンクを決めていきたいと思います。タイにはですね、栄養ドリンクが日本よりもすごく数多くの栄養ドリンクがあるんですよ。なので今回はいろんな栄養ドリンクを集めてきたので、それを飲み比べていきたいと思います。アルペン自身、この栄養ドリンクなんですけど、1、2種類しかまだタイでは飲んだことないので、すごく味が楽しみです。それではレッツゴー。今回買ってきた栄養ドリンクを8種類紹介していきたいと思います。まず1個目はこちら、サメの絵が描かれているサメドリンク。2個目はこちら、レッドブルーと多分同じ絵が描かれているドリンク、レッドブルーの赤いバージョンドリンク、レッドブルーブルーバージョン、ハイバージョンリポビタンで凶暴そうな水牛、わかんない、描かれてるやつ。タイで有名だと思うエムロイハーシップ、唯一ペットボトルのやつということで、今回はこの8種類を飲み比べていきたいと思います。ちなみにハルピーはこの青いレッドブル飲んだことあります。それでは早速順番に飲んでいきたいと思います。じゃあこっちから飲んでいきたいと思います。まずはこのサメさんいきたいと思います。お、香りはもう普通の栄養ドリンクっていう感じだね、もういつも通り。早速飲んでいきたいと思います。うん、甘い、結構甘いかも。でもまあ普通の栄養ドリンクって感じ、別にサメ感とか何にもない、すごいなんか特徴があるわけでもなく、普通の栄養ドリンクって感じ。やばい、これ栄養ドリンクのレビューとかめっちゃ難しいんだけど、多分なんか全部同じ味にしか感じない気がしてきた。え、やばい。こちらを飲んでいきたいと思います。これだけ唯一なんか口がちっちゃいんですよね。え、味一緒なんだけど。じゃあ次はこちらを飲んでいきたいと思います。いや、マジ一緒。何これ、怖いんだけど。なんか違うのって感じ、味覚音痴なのかな。これも飲んでみたいと思います。ノーマルって感じ。なんかリポビタン D 飲みたいなみたいな、そういう感じに元気がない時とかはこの青いのをいつも飲んでます。赤い方が甘いわ。青でも十分甘いと思ってたんですけど、赤の方が甘いかも。続いてこちらのリポビタン D 飲んでいきたいと思います。え、マジで普通。え、でもなんか本当になんかさ、この企画大丈夫かな。私的にめっちゃまずい栄養ドリンクとかあんのかなと思ったんですよ、癖があるやつとか。いや、まああるかもしれない。ちょっと飲んでいきたいと思います。続いてこちら。え、マジ一緒なんだけど、悪くない。続いてエムロイハーシップ、結構有名なドリンクだと思います。この栄養ドリンクは初めてエムロイハーシップ飲んだ時になんかすごい嫌な感じしたんだけど、え、全然普通だわ。最後こちら飲んでいきたいと思います。あ、これ炭酸もしかして。あ、炭酸だ。あ、これいいかも。なんかエナジードリンクってめっちゃ流行ってるじゃないですか。私も日本にいた時大好きで、レッドブルとモンスター依存症みたいな感じで1日1、2本飲んでたりしてたんですけど、でタイに来て全然飲まなくなって、まあ、なんかあった時にはこの青を飲んでたんですけど、やばい、これ炭酸だし、なんかあのエナジードリンクを想像するというか、エナジードリンクに近い感じの味がする。普通にレッドブル的な感じの味がする。え、これハマりそう。はい、ということで、なんとも微妙な今日のレビューでしたが、ランキングを発表していきたいと思います。第1位はこちら、この黄色のペットボトルの栄養ドリンク。え、これ初めて飲んだんだけど、マジであのレッドブルとかモンスター的な要素が入ってました。栄養ドリンクにこれ炭酸って知らなかったんですけど、炭酸だったので、これカフェイン入ってるかどうかわかんないんだけど、めっちゃ元気になるようなあの要素を感じられた。これはハマりそうです、アルピス通に。あとはなんかね、これは基本的に全部同じ味。はい、ということで、タイに旅行に来た際はぜひ栄養ドリンクいろいろ飲んでみてください。そして私は Facebook、Instagram、Twitter やってますので、そちらのフォローよろしくお願いします。そしてこの動画がちょっとでもいいなと思ったら、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。そしてコメントも全部読んでるので、ぜひぜひお待ちしてます。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。以上、ハルピーでした。バイバイ。